こんにちは、ちおです。すんごいのもね、去年に買ったやつです。これは文房具屋さんじゃない、雑貨屋だで買った和風のシールですね。でもこれ安いんですよ。これ1個ね、200円なんですよね。高くはない。紙製の舞妓さん、こんなに入って200円、こんなに入って扇子200円。ただ紙製なんでレジンに入るかどうかは分かんないんですよね。ちょっとレジンで使いたくて買って使ってなかったです。で、こっちはうるさいようるさいよ。これは手芸屋さんで買った、レジン用です。透明ラストデザインシートレジンで作るってやって、これは、今もなくなっちゃったんですけど、私がよく行ってた東海さんで買いました。ちょっとだけ前に使った形跡が、何で使ったんだろう、忘れちゃった、なんだろう、まあいいや、これ使うか分かんないです。とりあえずこれを使いたかったんです。吉田っていう雑貨屋がね、関東にはあるんですよね。そうそうそう、元町に本店があるのかな。そのお店で買ったのかな。シールがいっぱい壁にあって、で、使いたいのもう一つあって、私は前にこれ自分で作ったんですけど、ダイソーさんに千代紙が売ってて、それの和柄のね、千代紙のあのもみじを、もみじ素材が欲しくて、これ折り紙を切り取ってレジンで表面裏加工してやつです。結構前に多分動画であると思います。はい、で、千代紙だとそのままレジン入れちゃうと色が暗くなっちゃうんで、これは、あ、そうだ、レジンで加工したんじゃないや、これあれだ、あのなんだっけね、あれよね、デコパージュか、もしくはセリアさんのあのトップコートですね。それで加工したもみじです。はい、それを使いたいなと。だから和紙は、千代紙は前あのレジン塗ったら、前の動画であるんですけど、折り鶴レジン塗った、トップコート塗ったバージョンと塗ってないバージョン作ったんですけど、塗ってない方は本当に色がにじみました。なのでこれちょっと紙製のシールすっごい心配なんですよ。これ絶対色溶けんじゃねみたいな、ってな感じですね。絶対溶けんじゃね。ああ、そっか、溶けるかな、マジで紙だもんな。これ和風シール舞妓素材クレープ紙、金箔、紙で、紙っつってもあの、なんだろう、ツルツルした紙のシールだったら溶けなかったんですよね、前にね。でも今回これあの和紙みたいな、私が前にその実験して失敗した塩紙みたいな、溶けんのかな、嫌だな。で、失敗な方は最初にあのトップコートでかデコパージュで加工すればいいんですよ。やろうかな。でもどこやったっけ、私どこで、デコパージュとトップコートが行方不明なので、こんちゃん、足足的にこのままちょっといける気がするんだよね。ちょっと一回この一番下のところだけレジン引いて、あの硬化しておきます。ちょっと気泡入ってるんで、ちょっとあのエンボスかけてから硬化してきます。はい、硬化しました。じゃあ、おそろそろシールを入れたいと思います。あ、待った。色何回していくのか、私。
いや、違う。出ないじゃんよ。シェリアさんのクリアレッド。この間最近よくシェリアさん覗くんですけど、全然レジン物を買いに行くんじゃなくて本当のなんかいろいろ用があって行ったんですけど、いやもちろんレジンもその時覗くんですけど、新作はなし。もうね、肌から新作がねないと思って行くからね、あのセリア、あのレジン目当てで行かないし、本当ない、マジで。この間それで大きい方のセリアも行ったんですよね、前に行ってたところ。でもない。出ない。次、ダイソーのホワイト。あ、そうか、これは開けなきゃいけないのか。あ、やべ、すっげー垂れた。あー、しかも絶対塗料が多分下に溜まってんだよね。でもこれ振ることできないからね、このチューブのね。今日3連休、9月3連休2回あったうちの2回目はもうダメね、全然。去年の9月の3連休は本当に忙しかったんですよ、夏よりも。で、夏のイベントの時を抜かして、で今日も天気悪いし台風来てるんですけど、去年の実績があったので来たんですけど、全然人歩いてないんですよ。そりゃそうなんですよ、今台風こっち来てるって。こっちには関東には直撃じゃないんですけど、今回はあの台風来てるっていうのに漁港には来ないだろうっていうね。降下してからやるか。その前にちょっともみじだけ入れたい。案の定あの全然人が少ない。これはあれね、私が前にデコパージュかトップコートで加工したモミジです。ダイソーのね、あのよく売ってる中央紙に入ってるんですよ、このモミジの柄の折り紙。はい、硬化してきます。はい、硬化してきました。ここまでは順調。モミジも色そのままですね、塗ってあるからね。じゃあこの舞妓さんも塗ればそう確実なんだけどね、このまま行きたいんだよね、行けると思って買ったんだよ。ダメかな。
もうちょっともみじ入れた。そう、この間秋の夜長最高。そう、最高なんだよね。夜ご飯終わってお風呂ももう終わってて家事ももう 90% ぐらい終わっててっていう時にのんびり過ごす時間、家族で最高、一番好きな時間。まあ今あれだから、クロスワード、私の好きなクロスワードね、そっから来てるんだよね、秋の夜長。秋の夜長って聞くと、クロスワードを昔から買ってたのよ。そうそう、そうなのよ。秋にやってたのよ。そうなんだよ。あ、蓋閉まってるしね。最近めっきりやれないからね。出てこないし。今増税前にそうレジン液を買おうかと思ってしたら、そう今増税前で買うものをガーって買ってるんですけど、必要なものでね。テレビ台買った、出ない。あと何買ったっけ。そう、なんか増税前では焦っちゃってもう手当たり次第レジン、そうレジン液もう、そうそう、あ、楽天のカートに入ったままだ。いやもうこれ出ないって、マジ、あぶくだって。なんか平気そうな気がする。うちは結局ソフトクリームはね、値段は何も買えないっす。雑貨も特に買えないっす。今のままです。値上げもしないっす。うち税なんですけど、うち、もともと税金、レシート上っていうか、雑貨も全部。でもそこに 8% って出ちゃってんだよな。それ10に直したらいいのか。そこだけか。直すの。そっか、うち税の、そっか。税率を8から10に直せばいいのか。もうそうした場合、ソフトクリーム、うちのレディだから税1個しか出ないから、買い替える気もないんですよね。レシート受け取る人あんまりいないんで。ソフトクリームの場合は、8% でいいの？よくわかんない。そうするとソフトクリームもそのままレシートで打ち手で10って出ちゃうんだよね。レジ1個しかないから。ソフトクリームはレシートくださいって言われたら今度から領収書にしなきゃいけないのか。でもどっちが出るっつったらどっちが出るんだろう。わかんねえ。もうマジほんとやめてほしい。マジもう全部テンパにしてほしい。困るけど。すごい困るけど。すごい嫌だけど。はい、マイコ入りました。マイコ玉。すげえかわいい。ちょっとゴールドとか散らしたくない？マイコ様。この間の、ちょっとキットのが残ってるんで。本当なんだよ、なんか過去にあったのかしらね、こんな8と5となんか混ぜるみたいな、税、消費税が収支ものによって違うみたいな。もうよくわかんない。
ほんとやめてほしい。レシートいらないっていう人には全然うちの店全然大丈夫なんですけど、たまに団体さんとかで領収書、まあ領収書だったらいいな、レシート必要な場合、そうだね、今度から全部領収書にしなきゃいけないんだね。レジはテンパーに変えとく、うん、だよね、それでいいんだよね、いいんだよね。もう皆さんに聞く、誰にも聞く人いないからさ。だからレジをまとめると、レジをテンパーに、うちでテンパーに変えていって、ソフトクリーム、うちは大体が持ち帰りで、そういう時に領収書をくだ、レシートくださいって言われたら領収書で書いて渡せばいいんだよね。 OK、 それでいこう。長男にやってもらおう、レシートまだだけど。はい、交換していきます。はい、交換してきました。なんかね、あれ、レジン引いたんだよね。色大丈夫そうです。はい、もう一回ちょっとレジに入れます。今日はね、今扇風機ついてるんだけど、消してもいいぐらいちょっと涼しい。もうこの時期になるとね、外にいる方が気持ちいいんだよね、本当は。ただね、台風来ちゃってるんで湿度があるんですよ。だからちょっとエアコンと扇風機つけてるんですけど、本当はもっとね、秋で3連休でって言ったらもっとカラッとしてて涼しいみたいな感じになるんだろうけど、ちょっとそれとは程遠いかな。しかも海だし、ここマジ湿気は本当すごい。落ち葉を入れようかな、3枚入ってる。舞妓さんが隠れないぐらいの落ち葉がいいんだけどな。隠れるな。くどいかな。いらないかな、これ。ね。いらない。入れすぎも良くない。それでちょっともうちょいこう入れて、それではちょっとこっちの面を終わりにしますね。硬化してきます。これで満タンいきましたね。このね、枠は結構大きくて、これはどこで買ったんだっけな、紹介さんかな、手芸屋さんで買いました。昔クラゲのアクアリウム作った時のです。じゃあこれ硬化します。はい、硬化してきました。取ります。うっすらピンクにゴールドで、もみじ。
です。シールは大丈夫ですね。もうぼやけてないです。消えてないです。はい。で、裏側なんですけども、結構厚みあんな、すでに。背景つけるかね、これね。舞妓さんのとこゴールドで落ち葉舞ってるんですけど、ちょっと色つけたくて、これで終わりでもいいんですけど、ちょっと白を色つけたいんで。ダメ、扇風機がなんかもう寒い。しゅんちゃん、扇風機切って、扇風機を切ってください。え、扇風機切って。洗面器じゃねえよ、扇風機だよ。ありがとう、あざす、あざす。扇風機がもう寒い時期になってました。でもなんか今難しいんだよね。家もエアコン基本切るんですけど、でもそうすると暑いみたいな。でもちょっと除湿つけ、湿度あるから除湿つけとこうかなと思ってつけると寒いみたいな。で、冷房ででも28度設定とかしててもちょっとなんかもう湿度高くなるみたいな。難しいですね。もう本当に秋になってほしい。でも今年は夏がなかったからね。私もな、本当に。この時期は皆さん体調を崩しやすいから気をつけてくださいね。私もね、次男がちょっと風邪気味なんで、今日はお留守番です。私も先週ちょっと風邪気味っぽかったですけど、ぽいだけでやめも終わりましたけど、この温度差というか、もう半袖着たらいいのか長袖着たらいいのかもよく分からず、かといって長袖着せて厚着させると汗で今度風邪ひきやすいみたいな、もう難しい。季節の変わり目はしょうがないですね。はい、これでちょっと一回硬化していきます。はい、硬化してきました。で、こっち面に何やりたかったかというと、白にしたっていうのはこの、文字を入れたかったんですよ。これ、このシート東海さんのね、レジンで作る透明イラストデザインシートの、これは超花なんですけど、私花が目的じゃなくて、この文章、これ百人一首かな、わかんない、百人一首も覚えてない。子供の時よくやったけど、いにしえのなんとかのなんとかな、なんとかになんとかの、人はいざなんとかもなんとかの、ふるさとはなんとかって読めねえんだよ、漢字が。あのね、崩しすぎてるのと削れてる。あ、これ読めんかな。秋のとカリフォルニアなんとかのなんとかなんとかで、なんとかに濡れつつ、杖に濡れつつ、ということで、
これを入れたかったの、使いたかったのさ、センスはいいや、諦めた。裏はこのシートでいこうかね。ハサミ、よし。多分ね、あのね、黒ペンでここに書いても書けるんですけど、細いやつで。これでいく。どうしようかな。これで扇は使わない。さっきあのもう表であの和紙が大丈夫なのが分かったので。和紙じゃないんですけど、紙のシールが大丈夫なのが分かったんで、同じ素材だと思うんで、センスちょっと使わない。使える、あれも大丈夫だ。お客様に出して大丈夫だ。ちょっと今試し置きで、あとどうしよう。あんまくどいの嫌だね。シンプルにしたいな。それでいいや。ちょっと、あ、そうだ、学んだんだ私、あのエルベールさんのキットで、この上にレジン垂らしてもいいんだよね。あれやめよう。よし、レジン引きます。どっちがいいのかな、レジン引いてシートを置くのと。やっぱこの下の面とシートの間にレジンが入った方が私はなんかちょっと安心なんで、ここにシートを置いて、その上にレジン、あ、シートを乗せて、あ、土台の上にシートを乗せて、その上にレジンでもいいんだけど、なんか隙間が空くっぽくて嫌だな。これで、で、ゴールド。ちょっと遠いね。ぼやける。やっぱちょっとお天気悪くなってきましたね。降ってはないんですけどね、ギリギリ。今日天気予報は曇りなんですよ。落ち葉は合わないよな。あ、いいかな。多分これ秋、
のじゃないかな。あの秋の読めないんだよね。カリフォルニアのなんとかわらん、なんか秋じゃないかな。これ蝶じゃなくて。せっかくだからこっちの方がいいかな。ただ文章が秋だと願って、これでちょっと一回硬化します。でまた上やって硬化していきます。はい、硬化してきました。できました。あのまた上にレジン引いて硬化しました。今日は秋メインです。でもこの落ち葉使いたかっただけなんですけど、あとこの舞妓さん結構でっかいシリコンなんで、これ使いやすいんですよね。可愛くない？ピンク、うっすらピンクで背景白ですね。紙 OK でした、シール。まああの100、200円であのクオリティのシールなら全然いいと思いますね。お客様にも使ってもらえるかなと。でこの文字なんですけど、今ちょっと硬化してる間調べてて、百人一首秋の歌ですね。で百人一首の中でなんかまあ多分皆さん知ってるんでしょうね。秋を使った秋の歌っていうのが16首あって、それ秋が一番多いらしいんですよ。あの風景も綺麗だし、過ごしやすいしとか、月も綺麗だしっていうことで、でこの秋の私が今回貼り付けたやつは読めないんですけど、秋の田のカリホのなんとかの苫は我が衣ってはなんだっけ、梅に濡れつつ天地天皇の歌なんですけども、はい、振り仮名振っとけよ読めない、ダメ、どこにも書いてねえよ。まあそうですよ、そんな感じですよ。下の句はね知ってたんです。百人一首結構やってたんですけど、上の句は読めない、わかんない。もうこれなんて読むんだっけこれ。まあいいや、カリフォの何これ、これ絶対みんなメールくれるんだよねあった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 、振り仮名秋の田のカリフォのイ、ちょっとこの字がちっちゃくてみんなイホ、違法って何、うん、まあいいや。秋、稲を刈り取る季節、田んぼの脇の刈り小屋に宿っている、宿っている、宿っていると屋根のなんとかの目が荒いので、私の袖と来たらしとしとと落ちてくる梅雨に濡れ通しだよ。よくわかんねえ、何が言いたいんだこいつ。まあいいや、とりあえず秋の歌でした。はい、ということで合ってました。秋の歌なんで紅葉でまあいいんじゃないですかね適当はい、ってな感じで今日は秋を作ってみました。かわいい。200円縛りとか前よくやったんですけど、私はこのシールに関しては200円だったんです。300円以上のシールは買う気なかったんですよ。200円でこのクオリティであんだけ入ってる、まあこんだけ入ってる、こんなにいるんですね。何人いたの ?1234567891011121215 人もいらっしゃる。しかもできいいんですよ、すごい。本当に金箔使ってるしね、傘さしてるのとか最高じゃないですか。で今度こっちのね使わなかったんですけど、扇子もこれ一枚一枚すんごい出来がいいんですよ。これで200円ですよ、和風シールです。はい、ということで今日は秋を作ってみました。お付き合いいただきありがとうございます。9月ももう終わりますね。3連休は始まったばっかりで、あれでも明日は雨ですね、ここ予報が。なので店は開けぬかな、開けねえだろうまあ開けなくてもちょっと副業行かなきゃいけないんで行ってきます。月曜日は知らない天気予報、もうねなんか台風来るって言ってたから、もう見たくない、見てない。うん、先週あもう長男の運動会だったんだよね。過ごしやすかったね。日には焼けたんだよね。そう焼けたんだけど、
な感じで皆さん体調崩しやすい時期なので気をつけましょう。寒かったり暑かったりで、はい、ということで今日も見ていただいて本当ありがとうございます。百人一首楽しいですよね。本当にまた機会があったらやりたいですね。落ち着いたら、今やったらまあぐっちゃぐちゃにされるんでやらないですけど、はい、てな感じです。じゃあね、またね、バイバイ。あ、ちょっと素敵だ本当にこれ。全部これね、思いつきなんだけど、さっき赤をここにちょっと垂らしたのもね、可愛いじゃん。あ、着物がピンクだからいいんじゃん。で、ここがなんか赤で落ち葉で合ってんじゃん。なんかさすが私、うん、さすがだ。全部計算通り、計算してた